プロピオン酸はカルボン酸の一種。IUPAC 命名法でプロパン酸。消防法による第4類危険物第2国有類に該当する。語源は最初の脂肪酸という意味で油脂の加水分解により得られる脂肪酸のうち最も炭素数の少ないものであったことによる。無色の液体で不快な周期を有する。水、エタノール、クロロホルム、 エーテルなどに溶けやすい。1、プロパノール、グロピオンアルデヒドの酸化によって得られる。グロピオン酸および、同ーカルシウム塩、ナトリウム塩が食品用保存量および香料として利用可能で、あるが特有の周期があるため使用例は多くない。カビやバクテリアの繁殖を防ぐ目的で、食品や家畜飼料およびペットフードの保存量として用いられることがある。 動物飼料では、プロピオン酸やそのアンモニア塩が用いられる。生物学研究で利用される、症状媒の餌には多用される一方で、高濃度での使用やプロピオン酸蒸気により、症状媒の行動が変化することが指摘されている。食品への利用は、パンなどを中心に、防火ビ効果を期待して添加されることもある。しかし、プロピオン酸そのものに強い周期があるため、 使用している製品は限られる。熱化素性樹脂や印刷用、インク、塗料の原材料を合成するための中間体として利用される。プロピオン酸から合成されるアセチルプロピオニルセルロースはマニキュアやニスなどの原材料として用いられる。プロピオン酸は特有の周期を持つことから合成香量の原料としても用いられる。バイオガス製造において代謝される主要な揮発性。 脂肪酸として知られ、全体の6から35%を占めるとされている。イブプルフェン、ナプロキセン、ロキソプルフェンナトリウムなど、アルファイに、方向族部位が痴漢したヒステロイド性、抗炎症薬が知られ、プロピオン酸系と称される。哺乳類の大腸やルーメンでは、細菌が食物の中のセルロースやヘミセルロースを嫌気発酵し、 プロピオン酸などのタンクサリ脂肪酸を生成しており、これが草食性動物の体内では重要なエネルギー源となっている。牛などの半数動物は第一位で行われる糖質の発酵によって大量のプロピオン酸を生産する。半数動物の場合はセルロースを分解するバクテリアが胃の中で糖を揮発性脂肪酸にしてしまうので、プロピオン酸からのビタミン B12 を利用した 糖心性は特に重要な代謝である。グロピオン酸生産菌はビタミン B12 を生産する主要な菌であり、草食動物は腸内細菌としてこれらの菌からビタミン B12 を摂取している。口述するようにビタミン B12 はグロピオン酸の代謝に必要不可欠な補行素の一つである。炭素数が奇数の脂肪酸は β 酸化により反応が進み、2個ずつの炭素が アセチル COA として生成し、最後に炭素数3個のプロピオニル COA を生じる。プロピオニル COA は、プロピオン酸と COA が結びついたもので、加水分解すると、プロピオン酸が生じる。イソロイシン、メチオニン、バリンは、アミノ酸の代謝分解により、プロピオニル COA を生じる。哺乳動物では、プロピオニル COA は、ビオチン依存性酵素である。 プロピオニル COA カルボキシラーゼによってメチルマロニル COA に変換される。この酵素反応では炭酸水素イオンと ATP を要する。この生成物はさらにメチルマロニル COA、エピメラーゼによってメチルマロニル COA に変換される。メチルマロニル COA はメチルマロニル COA、ムターゼによってスクシニル COA に変換されるが、この酵素は 炭素炭素結合の移動を触媒するためのコバラミンを要する。メチルマロニル COA ムタージェの欠除は血液の pH が低下するメチルマロン酸結晶を引き起こす。生成したスクシニル COA はクエン酸回路の中間体として代謝される。人の皮膚上在菌であるプロピオニバクテリアはプロピオン酸を生成できることから名付けられた。ありがとうございます。